大久保利明は日本の医師、医学者、医学博士、元産業医科大学学長。専門は公衆衛生学、大久保利道の子孫、東京府生まれ、1966年に慶応義塾大学医学部を卒業した。1967年から1977年に慶応義塾大学医学部衛生学、公衆衛生学助手、講師を経て、 1977年から1983年に自治医科大学医学部衛生学助教授になった。1983年から産業医科大学環境疫学研究室教授に就任した。1997年から2002年に産業医術務研修センター所長。1999年から2002年に副学長となった後に2002年から2005年に 産業医科大学学長を務めた。その後、財団法人放射線影響研究処理事長などを歴任した。1978年に医学博士を取得。1981年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校公衆衛生学部疫学部門客員教授として留学した。また、国際貢献では風光師としてクアラルンプール、 ILO 委員会委員として、ジュネーブ、ILO 指導員としてバンコクなどへ赴いた。学協会では、日本衛生学会評議員、日本産業衛生学会理事、日本公衆衛生学会会員、日本疫学会会員になり、国際的には、英国王立医師会名誉評議員、国際労働衛生協会理事、ラマツイーニコレギアム会員を務めた。ありがとうございます。